プラザディサンティアゴよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。両チーム相手の出方を伺っているようです。前が空いた、キラーパスになるのか。走り込んできた。必要なスポットライトから逃れようとするかのごと、華麗なドリブルを披露しています。中へ上げる、シュート、前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦キックオフです。出た。ワン、ツー、ナイスファイト。合わせた、シュート、なんてアートな、見事な先制点。さあもう一度見てみましょう。難しい、
ここで大きなセンタリング、スローイン。ヘディング、これはコーナーキック。おっと、選手の交代が行われる模様です。さあチャンス到来。さあどちらのボールになるのか。オフサイドトラップにかかった。頭でヘッドでパスを送る。走り込んできた。空中戦。スーパービューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。ここで確実に得点を奪います。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。窮地をしのいで勝利をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。